ウラジーミル・ブルデュークは、ロシアの画家、イラストレーターである。ロシア未来派を代表する画家、ダビド・ブルデュークの弟である。第一次世界大戦で32歳で戦死した。ロシア帝国のハリコフ県で、ウクライナに出自を持つ父親と、ベラルーシの先祖を持つ母親の間に生まれた。4歳年上の兄に、画家のダビド・ブルデュークがいる。1902年に、ミュンヘンに移り、 ミュンヘン美術院で学び、1903年にアントン・アズベの私立の美術学校で学び始めるが、その年の末、日露戦争に兵士として参加した。その後、1905年からキエフ美術学校、1911年からペンザの美術学校などで修行を続けた。1907年から1908年の間、モスクワで活動した後、キエフで過ごし、 キエフではロシア構成主義の画家、アレクサンドラ・エクステルや前衛画家のミハイル・ラリオーノフと交流した。1909年からはサンクトペテルブルクで活動し、1910年からはモスクワで活動した。1910年にラリオーノフらが組織したダイアのジャックに参加し、ウラジーミル・タトリンが率いる前衛芸術家のグループ、ソユーズ・モロディオ人にも参加した。 ミュンヘンの前映画家との交流もあり、ミュンヘン新芸術家協会や青木氏の会員になり、その展覧会に出展した。1910年に詩人のベリメイル・フレーブニコフと兄と共にギレアというグループを作り活動した。第一次世界大戦が始まり、1916年に召集され、翌年マケドニアの戦線で戦死した。ありがとうございます。